先生。あ、やっぱりそうだ。さっき電車の中で見かけてたら、もしかしてそうかなって思ってたんだ。何？今は大学の帰り？はい。これからなんか用事あんの？あ、いや。マジ？じゃあさ、よかったら一緒に帰ろうよ。どうせ方向も同じなんだしさ。あ、はい。それにしても、こうやってゆっくり話すのって久しぶりだよな。そうですね。ぱったりになっちゃってたもんな。ちょっと最近忙しかったからぼーっとしてたんだと思う。そりゃ大変だな。大丈夫ですか？なんとなく。あ、すみません。おう、うん、いいよ、別に出ても。もしもし。大好きだよ。今の彼氏？え？違うの？でも男の声漏れてたよ。ああ、内容までは聞こえてないって。男の声だなって分かったぐらいで。うん、そう。本当にびっくりしたな。どこの大学のやつなんだ？え？ほら、さっき電話してきたやつ。奈良岡です。うわ、いいとこだな。超エリートだ。もしかしてお前狙ってんのか？な、っ、痛いって。からかったお詫びに、どこか遊びに連れてってやるよ。え、いいんですか？うん、どこでもいいよ。ちょっと迎えに出る時間が早かったかな。少しゆっくり歩いていこう。約束の5分前くらいならちょうどいいよね。久しぶりだな、会うのが楽しみだ。ここ最近僕が忙しくてずっと寂しい思いをさせていたからな。それなのにいつも笑顔を見せてくれて、僕のことを気遣って一言も寂しいって言わないんだよね。こんな日くらい目いっぱいに甘やかしてあげたいな。何をしてあげようか。え？からかったお詫びに、どこか遊びに連れてってやるよ。え、いいんですか？うん、どこでもいいよ。早速だけどさ、明日はどうだ？予定は何もないけど。あいつは彼氏だ、バーカ。何やってんだよ。行こう。大丈夫ですか？平気平気、これくらい。よかった。
Thank you.